エリオットよ、永遠におやすみということでやってみましょうか。バイオバルシューティアイトゥと、前回は、とりあえずなんか予想してなかった組み付きを食らったんですけど、まあ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 ね、なんとかやっていくということで、弾を節約するんだったらまず間違いなくこう頭、マウントポジション取られない方が良かったかな、やっちまったかな、まあいいや。なんでこいつね、どっかのタイミングでね起き上がってくるから、ちょっと手の角度あんなになるかシェーンみたいなんで、そうならない、まあ、いや、じゃあまあ次どんどん進んでいこうかね。とりあえずあれここってさ、あれ下いなかったっけ、今まだいないの、帰ってきたら現れてるか、あれ気のせいか。ここね、あの初めて来た時ね、あの影シルエットなんかゾンビが立ってるんじゃねえかと思ってね、行ってみたら、なんやただの物置かーいってなるね、まあ、これって何だっけ、ダメだわかんない、キャップ、え、キャップここじゃなくて、違うね、んー、ちょっとわかんないから、まあ一旦で、あれ ?EC? 違うの、ちょっとわかんない、とりあえず後でなんか頑張る。でこうアイテム回収したからいけるということで、じゃあサクサク進んでいきましょう。はい、今回こいつに入れるかな、どうかな、ここは、ああ、リカのあれだね、はい。これね、今回のね、リッカーね、あの目が見えてる見えてないとか関係なくね、とにかくね素早すぎるからさ、シンプルにまあ無理だよねと思うよ、逃げ切るのはね、まあ、ただナイフ弱いんだけど、このナイフがね耐久力があって、手に入れられるナイフ数っていうのが決まってっから微妙なんだよね。ここであれだったっけ、なんかあのぶら下がってるゾンちゃんってさ、落ちてくるんだっけ、落ちてきたね、一気にとりあえずダメージャーって落としとこうか、大きい、よし、あ、弾ももったいないけどね、やっぱまあチキンプレイ大好きなんで、あれで慎重に慎重に進んでいくって僕のモットーですね。あ、ちょちょ、間違えた。オッケー。さ、さて、いやー、今日テンション低いじゃん。なんかさ、もう30歳が目の前までやってきたからさ、全然上がらないんだよね。前も話したけど、人生のその一番楽しかった時期っていうのはさ、仕事的にもか、あのその家族というか子供の成長的にも、あの30代が一番楽しかったみたいなね話をよく聞くは聞くんだけど、やっぱりなんか、ね、とはいえ自分は年老いていくわけだからね、それを素直に喜ぶっていうのはなかなかね、ましてやさ、ね、1ヶ月ほど前に、ね、広島隆平さんが亡くなったっていうニュースが、何か問題が、61歳だったじゃん、見せたいものがある、あ、重要だ、了解、ね、あとな、すぐに向かいます。アナウンサーも同時期に亡くなったんだけ、なんか事故じゃないや、病気か何かでってのを考えたら、うん、ね、とりあえず安全、あいつはね、下で横たわってるおデブちゃん、ね、走るのも来ちゃうから気をつけなきゃいけないんだよね。あ、ちょっと、あれ、ちょっと、あー、
あれだね、なんかだいぶ照準定まるの遅い気がするけど、気持ちいい。こいつは起き上がって、よしよしよし、痛い痛い。これはね、まだ生きてるパターンだと思うよ。で、ああ、痛い痛い。クリティカルヒット。これ面白いよね、なんだろう。生きてる時のさ、なんか撃たれた時の衝撃でさ、ピンって背筋が伸びるってなんかね、どういう衝撃が与えられてんだろうと思うけど。あれ？ああ、どっかで突っかかってんの。難しい。厳しい。戻ろう。でも階段の下からね、ここ走ってても特にあれだね、なんかよく あいつが起きるわけでもないよね。まああいつはあれだよ、二日酔いで酔っ払って寝てるだけなんで。この野郎、キーさあ生きてるか。どのくらいの距離まで走っていってしまったらあいつ起き上がるのか、ちょっとそこはよくわかんない。2階のアイテムもか、これ今取っちまったらあれかな、厳しいかな。メダル先に取ろう。ちょっと待ってね、さあ、あと1個しか空きスペースない。メダル、ちょっと待って。はいはいはい、 OK です。これが裏辺になったらさ、なんかモニュメントも変わるし、なんか文字も変わるし、なんかいろいろハードが上がるんだよね、確かね。ないだけなのかな、ラクーン君を見かけてない気がするけど、どうしようかな。これこのままクレアのところに行くべきか、それとも先に、まあクレアのところ行っちゃった方がいいのかな。来たか、こっちだ。サクサクと進むのも面白くないかなと思ったり、かといってね、あまりも同じ場所で停滞しすぎても面白くないかなと思って、知り合いか、今その狭間にいるっていうところ、クレアだ、一緒に来た。どっちの方がお好みですかね。あの場所だったら、まあ、1パートに1回くらいのちょっとお色々要素がないと面白くないかなと思うんでね、まあクレアのバイバイでも見ようと思うんだけど。了解、でもね、感謝します警部を。怖いんだよ東の廊下あたり。例えば、あ、そっかそっかそっか、てっきりあれで殺されたと思ったけど、あ、どうしようかな、開けといて、で、まあ、こっちだな。そうか、あれ開けとかないと、あれちょっと待って、あ、いいや、さっきの、本を拾っておきたいんだけど、しまった、メタルハメハメすんの忘れてた。さあダッシュ、いけ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 、うん、スニーキングミッションもなかなか難しかったですけどね。よし、じゃあ2つ目、あと1つだね。多分次回パートくらいで G1 戦いけるんじゃないか。次回、あ、無理だ、無理か。次回くらいかな。で、やるようにしていこうかね。じゃあ、こっち。はい。よし。はい。また来まーす。起きてるというかさ、起き上がるって分かってるゾンビをさ、あんな風に行くのってなかなか結構怖かったりするよ。よし、じゃあとりあえず、まあもうこのまま先進めようと思うんだけど、アイテム整理をせん限りは次に進むのがなかなか難しかったりするんで、
ライフも1個はいらないし、買い替えたままギリ、こいつは使う。板も今んとこいらない。あれ？つか板持ってったのによ。あれでも板って、なんだっけ、職員室じゃなくて、なんか警察のあそこの部屋で手に入る。冷静になって考えてみたんだけどさ、東の廊下のところさ、警察職員室があるでしょ。で、マービンたち、マービンとか、まあ、レオンたちがいる部屋があるでしょ。で、その他のスターズ部屋、あれ？ここの警察署の警察の数って恐ろしく少ない。3箇所しか警察職員がいるとこいなくない？あれかなくない？あれ？だよね。だって作戦指令室みたいなところがあったけど、その他ないもんね。あとなんか残念な所長室。外国所長室もあんなさ、なんかさ、いろいろさ、なんか多分クレア編でお見せすることになると思うんですけど、モニュメントみたいなのわっさーあるじゃないですか。あんなのがそのね、所長報告ですみたいな感じで来た時にさあんなの他の職員が見た時にどう思うかって考えたらね。あー、ちょっと待って、これこのままさ行ってってなって、あ、ちょっと分かった、了解、ごめんなさい。皆さんすごい全然進んでなくて申し訳ない。ちょっとクレアも登場させられずで申し訳ないけど、このまま行くと、次の職員室のところの攻防戦が結構多分ね、長くなるんで、一旦ここの部屋クリアしたら、ちょっと戻って終わりにしようかなと思います。なんかちょっとトーン低めて申し訳ないです。誕生日が近づいてるからへこんでるとかっていうのは嘘よ。別に そんなんでテンション下がるとかじゃなくて、単純にね、ごめんなさい、ちょうどね、体調があまり良くなくて、体調がね、あまり良くない時にこんな撮ってる場合かって、体直すことに専念しろよって話になって、撮れる時に撮っとかないとね、1日1アップロードっていうのはやっぱね、心がけておきたいところになって、それがなんかやっぱね、自分としてもね、できないとちょっと悔しいところがあるというか、見てる見てないに関わらず、ここはね、自分の、生活リズムというか習慣化というところを負けたくないなと思いがあるから、そこはね、お付き合いいただけたらなというふうに思います。はい、ということで、なんか取ったらいいけど、こいつ何だったっけ、どこで使うのかって覚えてないんだよな。ライオンの目にハメハメするものでもないし、クレアとかね、もう忘れちゃったもん、忘れた。最後にやった多分2年前くらいだよね。だから発売して親たちが引っ越すまでだったから、当時その親がね、東灘とかその辺りに住んでたんだけど、三陰に住んでたんだけど、今も全然違うところに引っ越しちゃったから、下手くそやな。で、もうね、その場でも期間だから、もう多分丸2年はやってないんだよな。それは忘れるわ。でもアイテム整理だけね、してね、一旦ね、このパートは終わりにしたいというふうに思います。ちょっとごめんなさい、テンション低めだったので、次回はちょっと爆上げ、テンション、トーンでご案内できると誓ってさせていただけたらというふうに思いますので、ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して応援よろしくお願いします。ということで、本日の動画は以上でございます。お疲れ様でした。